おやすみ旬と日本語皆さんこんばんは日本語教師の旬です皆さん今日はどんな一日でしたか皆さんの週末はどうでしたか はいえー、最近は本当に忙しいですね。まあ最近は趣味が仕事みたいになっていますね。だから何も予定がなかったら週末も仕事をしています。ちょっと久しぶりに どこかに行きたいですね。はい。まあ、毎日忙しいんですけど、いつもジムで運動しているときは、一人の時間で、仕事のことをあまり考えない時間です。だから、毎日ジムに行くと、 すっきりします私はジムで運動をしながらポッドキャストを聞いています最近はポッドキャストで面白いトピックがありましたそのポッドキャストの中で日本人は 幸せですかというトピックについて話していました。2023年の調査によると、日本人が私は幸せですと思っている割合は57%だそうです。 だから半分の人は幸せを感じていないみたいです最近の13年で13%も減っているそうですどう思いますかえー、他の国も見てみましょう。 例えば、フランスです。フランスでは68%の人が幸せだと言っています。アメリカでは76%の人が幸せだと言っています。ブラジルでは 83%の人が幸せだと言っていますこれと比べると日本人はあまり幸せを感じていませんよねいろいろな理由があると思いますまあでも 日本人は幸せのハードルが高いと思います。私は初めてヨーロッパに行ったとき、ヨーロッパの人は晴れのときはいつも自転車に乗ったり、街を散歩したり、 公園に行ったりしていて私はそれを見て驚きましたまあ普通のことですよねうんでもこの時みんな本当に幸せだと言っていたんです 外は晴れでいい天気だからとても幸せだと言っていました公園で座って太陽を感じるだけで幸せだと言っていました、うん、日本でこれを聞いたことがありませんでした 私もそう思っていませんでした。なんか晴れの日が当たり前だと思って本当に幸せなことに気づけていませんでした。でも綺麗な天気の日に外を散歩するのは本当に幸せなことですよね。 気持ちがいいですよねでもそのことを本当に忘れていました幸せは気づくことですよね日本ではお金を使っているときに幸せを感じる人がたくさんいると思います。 高いレストランに行っている時いいホテルに泊まっている時車を買った時もちろん幸せな時ですが幸せはもっともっと簡単でシンプルなことだと思います。 例えば毎朝おいしいコーヒーを飲んでいる時間当たり前だけど幸せな時間ですよねおいしい昼ご飯を食べているときソファーで少し横になっているとき 夜、奥さんや子供と何もしないでのんびりしている時間、幸せな時間はたくさん見つけられると思います。日本は今、便利すぎると思います。 欲しいものはいつでもすぐに買うことができます行きたいところに簡単に行くことができますでもそれでも幸せになれませんよね幸せには気づけなかったら幸せになれないと思います 皆さん人生は短いですからね本当に毎日の小さい幸せを見つけて幸せをたくさん感じられるようにしましょうはいまあ今日は最近私が感じたことを皆さんとシェアしてみました はい。では皆さん、また次のエピソードで会いましょう。じゃあ、またね。おやすみ。Tonight's words and phrases。久しぶりに。It has been a while. すっきりする。To be refreshing. 調査。 Survey or investigation Wariai, ratio 減る to decrease Kuraberu, to compare Taiyou, sun Atarimae, normal or obvious. Kizuku, to notice. Yokoninaru, to lay down. Thank you so much for listening. If you like this channel, please be sure to hit the subscribe button before you fall asleep so you will not miss my new episodes if you would like to listen and practice i have a transcript on my patreon page the link is in the description there you will be able to find the transcript for my other podcast japanese with shun as well thank you so much for your support and have a great night